プテ。これが年っていうやつですね。はい、続いてはですね、火花が飛んだのでこっちですね。キャブレターの方を分解から空気で吸ってで吸ったガソリンがここに入ってバッとスパークするとバーン爆発してドーンといって下にこっちに力が出ると、ここに機関車があるんでこうやってバーン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 つってエネルギーが発生する。ここから排気ガスがバーン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 って出るバンバンバンの番ですね。くっさガソリンの腐った誰でも分かる事務的な機械説明は AI に任せて。キャブレターが当たりました。役割としてはですね、振り込む吸い込む、はいということです。それがですね、これアクセルワイヤーですね。アミダクジボボンで、ここにブルン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 ました。トロットルバルブ、ニードルバルブか。ブン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 、ビヨヨヨのますから針やってみてます。リングを上につけると高速回転時ガソリン薄し、リングを下につけると高速回転時ガソリン増し増し。 182S4 老外強張りの太さは18234、18234イノベーションしたラジオペンチキュッてやって、はい、これバイク屋時代に作ったどこかと20年前の自作ツール。スポークの部分、くらいな説明がですね、スポーク部分になります。ここですね、切断してオーリングっていうんですかね、これ取っていきたいと思います。ほらほら、おー、はい、取れました。スロージェットとメインを何回転入り込む、1回転と8トン、こいつが役に立ちます。くらいな説明が、ここでこれ作ったものが役に立ちますよ。こいつこうやって、あ、寒いとエンジンがかかりにくいとき、チョークですね。チョークがこう閉じて燃料が濃くなる、空気とガソリンのバランス。現在は電子制御ですから、センサーは全て調整してくれますもんね。考えなくてもルンルン。組み付け手順書はメモすればいいですもんね。ポンポコポン。すごく昔の形状、材質、穴の大きさ全てに意味があったったりして生きとる。アクセルカタシー、アクセルちょっとふざくれてますね。重力を利用した点滴作戦 F。できました。この番号を数字書いてあるんです。自分肌が洗浄液で荒れるので手袋使っていたら感覚で覚えるため作業は素手でやれと言われていまして、ぶっちゃけいい手袋が世の中にあるのでどうでもいいと私は思います。やっていれば誰でもできますし、カッチンコッチンのゴムパッキンは温めちゃったりしちゃったりして、いけた。塗りたくるんですけど、ハンドルにママレモン塗ると最適キララ。エンジンオイル抜きます。入っとらん、入っとらん、水が混入してますね。笑える、変えると楽な方へも取ろうとする。